はいどうも、孫さんチャンネル、孫さんです。ということで、今回はちょっと真面目な話をしようと思います。毎回真面目なんですけどね。さて、皆さん、自転車保険というのは入ってますか？2020年の4月から、自転車保険に入ることが義務化になっています。都道府県によってはまだ義務化になってないところもあるそうなんですが、東京とかね、都心の方はもう軒並み義務化になっている状態です。なので、入った方がいいのか入らなくてもいいのかという考え方ではなくて、どこの保険会社に入ろうかという考え方をしないといけないんですね。で、これの難しいところが、今年の4月以降に自転車を買った方は、購入の際に自転車の店員さんからですね、ショップの店員さんから保険入ってくださいねというふうに必ず案内をされていると思います。チラシとかね、ここおすすめですよっていうのを渡されているかと思うんですが、今年の4月よりも前に自転車を購入されている方、何年も前から購入して乗っているという方は案内されていない可能性があるんですね。メンテナンスとかでお店に持っていけばその時に言ってもらえるんですけれども、あとは防犯登録とかをしてればもしかしたら何か書面で届いているかもしれませんが、わからないまま保険に入っていない方がちらほらいらっしゃるというふうにビアンキの職の店員さんが嘆いているのを聞きました。なので、ちょっとこの動画をご覧になっていただいている方でまだ自転車保険入っていないかもしれないというね、ちょっとあやふやだなというところがある方はぜひ調べて加入をしていただきたいです。というのも、自転車っていうのはもう軽車両扱いになってますよね。軽車両っていうと、自動車であったり普通二輪のバイクとかは、車両扱いなので少し違うっていうふうに感じるかもしれないんですが、損害賠償が発生する事例に当たった時はほぼ同額レベルの損害賠償が発生します。今までのいろんなケースの中でもやっぱり自転車が起こした事故で5000万円ぐらいの賠償とか8000万、最大で9000何百万とかね、確かあったと思うんですよ。もっと上の額もあったのかな。想像してみてください。いきなりね、9800万円の損害賠償を払ってくれと言われたら人生ねじ曲がりますよね。なのでぜひ入ってほしいなという話なんですけれども、どこの会社がいいんだろうっていうふうに迷われる方も多いと思うので、私が入っているおすすめの自転車保険の会社というのをちょっとご紹介させていただければと思います。別に回し物というわけではありません。ちょっとカンペを見ながらになってしまうんですけれども、おすすめなのが au さんですね。携帯会社の au の自転車保険バイクルというものが私は個人的にすごくおすすめです。このバイクルという自転車保険なんですけれども、ブロンズ、シルバー、ゴールドという感じで、ランク3つあるんですね。それぞれ保証していただける内容っていうのがちょっと違うんですが、私が一応入ってるのがシルバーになりまして、シルバーとゴールドってほぼ変わらないんですよ。ゴールドの方が多少内容が手厚いっていうので、裁判になった場合の裁判費用がちょっと出るとかそういうのがあるんですけれども、正直シルバーまででいいかなと私は思っております。気になるポイントとして、保険料金ですね。どのくらいお金がかかるのかというところなんですが、個人で入る場合、ブロンズがですね、月々340円、シルバーが590円。なのでブロンズは年間3790円、3800円ぐらいですね。でシルバーが年間6410円、6500円ぐらいです。で家族で入る場合ですね、私の場合は妻と娘がいまして、まだ娘はね1歳成り立てなので自転車とか乗れないんですけれども、妻は自転車乗ったりするので一緒に入れているんですが、家族パターン、家族のプランにするとブロンズが680円、シルバーが1280円、年間で見たらブロンズは7440円、7500円ぐらいですね。でシルバーが13980円、14000円といったところです。ちょっと高いかなというふうに感じてしまうかもしれませんが、他の保険会社と比べてもどちらかというと私は安い方だと思います。で次に気になるポイントが、事故を起こした場合ですね、個人賠償責任というのが発生した場合、どのぐらいの額まで保証してくれるのかっていう最大額なんですけれども、ブロンズの場合は最大2億まで出ます。今までのケースを見ると2億
の保証で大体は大丈夫だろうなとは思うんですけれども、やっぱね、保証額は高ければ高いほどいいので、続きましてシルバーとゴールドの最大保証の金額っていうのが3億です。まあ、ここまで、まあ負担額出してくれるんだったら相当ないろんな人を巻き込むようなね、事故を起こさない限りはまあ大丈夫なのかなと。まあ、事故を起こさないのが一番なんですけど。まあ最大なので事故のいろんなケースによってどこまで出るかというのは変わってくると思うんですが、でもう一つものすごい面白いサービスがこの AU のバイクルにはついておりまして、それが自転車ロードサービスというものです。これどういうものかっていうと、まあざっくり言うとロングライドとかでね、休日走っている時に例えば25、6キロ走った時点で何かトラブルが起こった場合、例えばリアディレイラー、このディレイラーがディレイラーハンガー曲がっていることに気づかなくて走ってて、後輪に思いっきりディレイラーを巻き込んでバキ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 ッと壊れてしまった場合、そういう時に役立つのがロードサービスというものなんですが、保証内容としては365日24時間対応、その事故を起こしたところから1キロ以上50キロ未満の距離なら、無料で自転車を運んでくれるというものです。全国725拠点となっているので、まあ全国ほぼほぼどこでも網羅してるだろうなという感じですね。最大利用回数は年4回使えるというサービスです。なのでまあリアディレイラーがぶっ壊れるっていうことはまあなかなか起こらないかもしれないんですけれども、パンクしてしまったと、でもたまたまパンク修理キットを持っていない状態でロングライドしちゃってたもう走れないという時にも使えるんですね。で一番賢いなという使い方としては、まあ、1キロ以上50キロ未満ということなので、例えば壊れたところから、800メートル先に自転車屋さんがあるっていうんだったらもう歩いて行けやって話なんですよ。でも何キロ先にしか駅がないとかね、自転車屋さんは全くない、そんな山中を走ってる時に起こってしまったら、まあ、電話してロードサービス迎えに来てもらって携帯とかでね近くの駅とか調べてその駅まで運んでもらうっていうのもありですし、調べて30キロ先に自転車屋さんがある、じゃあそこまで運んでもらえますかというふうに利用することもできます。無理に家まで帰らなくていいです。50キロ以上を運んでもらう場合には別途料金が発生するみたいなので、まあ修理ができるレベルの自転車屋さんまで運んでもらって修理してもらうとか、自転車屋さんに行って輪行袋買って近くの駅から帰るとか、そういう使い方がいいのかなというふうに思います。ということで、まあ、個人的に私が使っている AU のバイクルという自転車保険のちょっとご案内をさせていただいたんですが、これを聞いて AU にしないといけないとか AU だっていうふうに決めなくて全然いいです。他の自転車保険の会社と比べていただいて、どこか一つ必ず加入していただければと思います。ちなみに AU の場合は携帯のキャリア AU を使っていたら携帯料金にこの保険料金合わせて請求ということができるので、まあ支払いも簡単ですね。という感じで今回ちょっと自転車保険の話をさせていただきました。まあ社会人の方とかね、自分でもう保険加入っていうのは他のものもしてると思うんですけれども、自転車保険必ずね自分で入っていただくっていうのは必要になるんですが、学生の方の場合は親に相談をまずした方がいいかなと思います。親にね、自転車自分これから乗ってねロードバイクとかで走るんだけど誰かに怪我をさせた時も大変だし自分が怪我するのも大変だから保険に入っておきたいんだよねというふうに相談して、まあダメだダメだっていう親はいないと思うので学生の方はぜひね、親御さんに、相談をして自転車保険入っていただければと思います。暗いかな。うん、以上。それではまたお会いしましょう。バイバイ。